ちは、今僕は、パラワン島の、パラワン島という島に来てます。世界で最も、美しい島と言われている島で、なんとタクシーは1台も走ってません。ここは、マングローブの、ジャングルの中に、浮いてる今、レストランに来ています。本当にこう世界中を回ってると、今2014年の、11月なんだけれども、お客さんが通ってきました。ちょうど1万円買えると3800ペソでも1ヶ月前が4100ペソで、2年ぐらい前だともう5000ペソっていうね、本当にその日本だけにいたらその給料価値っていうのは、あ、給料の価格はね変わんないから気づきにくいかもしれないんだけども、こう世界いろいろ出てて、いろいろビジネスやってたりすると本当にその情勢がねすごく変わっていくのっていうのがすごくわかります。で、日本にいると、日本のニュースっていうのは日本国内の、ね、ニュースがほとんどなんだけども、世界に出るといろいろ世界で起こってるニュースが、普通にやっているわけですよね。まあ、日本でもやってるんだけど普通の人はなかなか見ないというか、まあ、英語がわからないというのもその一つかもしれないんだけども、世界のどこかで起こっていることがだんだん波が押し寄せて日本の経済とかにも影響していく、でみんなの生活にも影響していくっていう、だから本当にそのなんていうのかな、今の時代はいろんなツールとか、インターネットによってどんどん世界がね狭く身近に、なっていっている時代なので、国内だけでね物事を考えたり、自分の会社の中だけのちっちゃな視点でね、なんか生きているんじゃなくて、もっとね広い視野で物事を見たり考えたりして、今自分が何をね、するべきか、どんなスキルを身につけたらいいか、どんなことしたら面白いのか、どんな時代がやってくるのかというものをね、こう考えたり予測するっていうのはすごく面白いと思うし、本当にね真面目で、いかにね評価をされるかが、高い給料を取れるという時代からいかにね、ユニークな存在になれるかということがね、世界で唯一のユニークな存在になれるかということが、高収入を取れるね、ような時代になっていると思います。本当ね、もともとみんな、ユニークなね世界に一人の存在なんだけれども、本当にね、人から評価をいかにされるかみたいな生き方を、そういう時代があったので、一昔前はすっかりね個性を失っちゃうような人が多いですけども、今の時代はね本当に、いかにユニークであるかということが、いかにね、稼げるかということに、なってくる時代だと思うので、ぜひね、そういう部分でね世界に出てみて、そういう視点でね、旅をしてみるといいと思います。それではまた。